城島健治の J 的な釣りテレビは RKB 毎日放送が制作している釣り番組で元プロ野球選手、城島健治の冠無理番組である。略称は JTV。城島が現役引退を表明した翌年の2013年1月3日に特別番組として放送し、公表を受けて同年4月21日より福岡ローカルで レギュラー放送を開始した。球回一の釣り師としても知られる城島がバットを釣竿に持ち替えて、九州各地を中心とした釣りスポットをめぐり、実際に調校するとともに、視聴者に釣りを楽しむための攻略法や仕掛けなどをアドバイスするという釣りから始まる情報番組を標榜している。プロ野球オフシーズンには城島がデビュー時から、 メジャーリーグ遺跡まで在籍していた福岡ソフトバンクホークスを中心に現役プロ野球選手もゲストとして出演したこともある。2014年10月4日から TBS チャンネルにでも全国放送を開始した。その他、城島の故郷である長崎県の長崎放送や高校時代に過ごした大分県の大分放送でもネットされている。この特番は MBS テレビなど 九州地方以外の TBS 系列局でも放送されていた。城島健治が指導者にならない驚きの理由とはマイナビニュース2015年12月22日、2016年3月8日、閲覧、2016年7月より放送開始。初回は2014年10月4日。どう9月7日、放送分、第67回、息のマグロ漁に、 密着3回シリーズより2015年以後は第1回からの放送も随時再放映されている。ありがとうございます。